口で3食ぐらい虫を食べたり、はい、はい、それで、うん、マッチョンチョゲさんの歌をそのままちょっと作ってみたと強引ですね。Going my way で。Going my way だ。まあ、メロディーはあの即興で歌うんですけど、ね。雨坂いも乾くて音によかもんくえめそう。その前にね。枕崎にね、すごい言葉があるんですよ。ある立石千草さんという方がですね、ある立石お嫁に行った時に披露宴会場で旦那さんの賢三さんのお父さんがやってきて、ひな壇の千草さんに「オンもペメッソ」って言ったそうです。あ、オンもペメッソって優しく花嫁さんに向かっていったそうです。オンも、オンはお前様のオンなんです。お前様のも、オンもあなたも、ペはさっきのペですね。ペは食えという意味ですね。め、召し上がれです。そう、将来です。宮中言葉みたいな。ものすごい丁寧な献上ね。オンも、ペメッソ、お前様も、お召し上がり、将来ませ。ペメッソ、短く音だけ聞くと最も雑白な言葉なのに、きちんと分析するとこんなに心のこもった「オンもペメッソ」。最近知った言葉で店に入ってきて「ごめんください」をですね「お土産もんそ」って言いました。お土産もんそ、吉野ちゃん喜んで、どちらにお土産ですかって。違う、お土産もんそっつうのは人の家に玄関入ってきてあなた様をお土産見上げるという、うん、見上げますよと、このお土産申しますよというのがつづまってお土産もんそ、見上げもんそという鹿児島弁。特にこれはあのアイラの人から、重富の人から聞く、伺いました。そういう何々文相っていうのが大体孟子相楼ですかね、文相っていうのは、ええ、愛がと申し上げましたっていう、うん、愛がと申し上げ申し上げ、また申したんですね。はよ陰門祖というのは早く行き申し候ですよね。門祖門祖って言ってますけど、申し候と言ってるわけですね。大変な言葉なんだ、鹿児島で。その中でも恩もペメッソという言い方が言われた時に、花嫁さんはじいちゃんの顔を見て何を言っとったかわからんし、あたや人くんも食わならんじゃったって。姉さからいも乾くて音によかもんてめそう、まっちょんちょげさえてめそう、ちょげさよんどてままならに、姉
さあやめた腹の中つまらねえもの皮ばっかりパッチョにあやめた食いつきずいつしか山のほとぼぎすほとぼぎす千口たくまでパッチョンチョゲさパッチョンチョンチョンチョゲさ毛虫一匹チョゲさとさ千口マッチョンチョゲたとさそしこんお菓子ありがとうございました。すごいね、質問を受け付けます何の講義や、まあ、話せば分かる自分表現講座ということで、まあとにかく何でもいいんですね、最初にラッパを吹きました、歌も歌いました、本も読みました、今度は読んで読んだ内容を演じてる、もう演じ方も決まり決まったようにやらなくてもいい、その場の思いつきで自由に表現して、それで見ている皆さん、そして演じている人が一緒にこうコラボして笑うことができた、同じ時間を楽しむことができた、それで長い人生の中の今という時間を楽しめたら、それはそれが宝になる、そういう時間を共に表現し合って遊ぼうと、今という時間を大いに自分を表現して聞いて見てくださっているだけでもそれは参加してるんですね、私と目が合ってコラボしている、そこへまた、こちらの名優2人大優が参加してるんですね、そういったことスクランブルになりながら楽しんでいただきました、また、今度は来月は別なことをやって楽しむそうです、再来月また私がやってきて、はい、2ヶ月後に元山温泉の湯に近いけ来るように遊ばせていただきたいと思います。アレサ・マユミ・フランクリンでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。皆様との出会いが本当感謝です。ありがとうございました。あとはですね、何個の成長も忘れてるのかなお時間のある方は何個伸ばしてちょっと遊んでください。この小6のうちのこの小6の姿がちょうどやっぱり薩摩へこ歌のイメージですよね。で、では私は時々その格好をして三味線の姉さんが狐をして私が毎回負けるという芝居をするとですよ、負けるっていう、これちょっと小林さんにちょっと教わるとわかんないけど順番がよくわかんない。ありがとうございました。来てよかった。何個もせんですか。
いいじゃないの。ちゃんとしてるの。この方が後でしょ。いやいやいや、なんとか表情までいかないですね。ああ、そうですね。ありがとうございます。どうもどうも。ありがとうございます。で、自分の好きな角度を持って何をするんですか。仕方を知ってる。で、分かんないじゃん、何本持ってる。この間最大3本最終で出る。それを予想するわけよ。でも俺やる。これね、一緒に違うの、俺が先やる。ありがとうございました。で、自分が出して合計に。ああ、ですよね。自分が出す。出す。こういう形で出す。ゼロでもいいし、1でも2でも3でも。出して。僕出す。うん。で、出すでしょ。で、これとの合計は分かんない。1。1。じゃあ2。これがね。取れたってキュウリ。1って言ったってことは、1って言ったってことは、こっちへ。そうだよ、どっちかが一本もないって。ポイントかな。ちょっとかどん。どっちかがゼロっていうことじゃん。1っていうことは。そう、高所です。言ったってことは、これがゼロ。高所。負けそう。比べてどないしんねん。確かにね。栄養食品。今飲むの？あるよ。飲める。
どうしたの、またこんなのあるって。カツオセンジってのがあるのよ、ビニの。どうもありがとうございました。それをカプセルにしたのがカツオセンジ。枕だけなんです。ですよね、カツオ節を作るのに、カツオの身をザルに並べたのをいっぱい一緒に煮るわ。その煮汁の中に栄養がいっぱい溶け込むでしょ。何千匹も煮たその煮汁を煮詰めて、カエルペースト状まで煮詰めて煎じるわけ。サプリメントなんだ。そう、肩が腹とか首がこんなに上がるんですよ、こうしてきたら。すごい、面白いですよね、方言って。あ、いいいいはい、ハロー、いいです。私もそれもいいです。バッグが白いバージョンが